Space Monkeys TV。ブルコッスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、やってまいりました動画更新。ちょっと更新頻度高くなってんじゃないの？ツイフェスティバル in パシフィコ横浜、ありがとうございました。前半戦の動画見てくださった方々いると思います。後半戦の動画なんですけど、実はこれいろいろありまして、限定各種メーカーで出ているここの釣りフェスティバル限定カラーのルアー、ジャッカルで言うならばカップヌードルポンパダーレン、そしてマイコンジュニア、デプスは、スラスイの250、そしてスイ会員限定スイートキラー、もういろいろこの画像に出てきてしまってる通りですね、スクープしてきたんですけど、なんと私やらかしてしまいました。撮影したマイクロ SD カードを現場で紛失、すべてボツになってしまいました。申し訳ございません。だが、ジャドブースでのオリジナルカラーの販売、1日でなんと完売してしまいました。ありがとうございます。いや、あのね、めちゃくちゃ人すごかったですね。まあ、金、土、日曜日で自分はいなかったんですけど、金曜日、土曜日の来場客数、ものすごいお客様が入ってくださいまして、まあ、本当にいろんな方に会えて、いろいろ楽しい話もできて、最高の2日間になりました。皆さん、最終日いかがだったでしょうか？いろんなね、ショーとかね、トークイベント等に参加された方もいるのではないでしょうか。もう、その中でですね、今日、サムネイルとタイトルになっていると思います。なんと、来場してくださいました。古くからね、ほんと視聴者さんに誕生日プレゼントつっていただきましたルアーを紹介していきたいと思います。SD カードをなくしてしまい、ネタがないところ、ネタ提供マジでありがとうございますというところでね、やっていきましょう。レッツゴー。さあ、出していく。結構いただきましたね。めっちゃ入ってる。うおー、めっちゃ入ってる。まずはこれが入っていました。エンジンから発売されています。サーフェイスハング60というやつですね。ワカサギルアでしょうか。一つ開けていきましょう。エンジン、サーフェイスハング60。さあ、一つ取り出していってみましょう。見てください。これハーフミラーっすね。口はカップ状になっていて、自分でポップンを出してね、攻めることもできる。そしてこのフェザーフックがついていて、甘噛み対策もできるよという優れもの。この追求された姿勢によって、甘噛みバイトから激しい吹っ飛ばすようなバイトまで全部フックアップに持ち込める。そんな形になっていると。そして、放置だけではなく自分からポップンを出してね、攻めることもできたり、早巻きにも対応している。って感じですね。で、ホームページに載ってる画像はこちら。これはやばいですね。本当にね、こう、河口湖とかもしくは相模湖。そういったところの表層。ワカサギ系の時には、旬なルアーになるんじゃないかっていうところで、たくさんいただきました。開けたやつを含めて5つありがとうございます。これも本当に今年の春、本当にストロングスタイルからね、パワーフィネススタイルっていうところで、いろんなね、こう釣りを展開する中でも極端に弱い、極端に強い釣りっていうのをちょっとね、動画でね、表現したいなっていうところがあって、早速使わせていただこうかなと思います。ありがとうございます。そして次、続いては、こちら、エグ玉、極み。さあ、エグ玉極み 2.7g、まさにベイトフィネスには持ってこいのスモラバですよ。この時期の吊るしつったら間違いなく使える、そして釣れる、そんなスモラバいただきました。いくつあっても嬉しいエグ玉極み 2.7g。俺が今ね、使ってるベイトフィネスにはバッチシのいいルアーいただきました。早速明日も使っちゃいます。今年はね、本当にビッグベイトの釣りから強いね、ジグの釣り。で、こういったベイトフィネスで P ラインを巻いての強いストロングスタイル、パワーベイトフィネスなんていうことでもね、ちょっとやっていきたいと思ってるんで、これ、スモラバめっちゃ使っていきます。ありがとうございます。で、次が、バリキシャット。これもいくつあっても嬉しいです。しかもナイス釣れ筋カラーですね。一つがこれが、ワカサギカラー。ホログラムシャット。これ、バリキシャットを知らない人にね、どんなシャットテールなのかっていうところをちょっと伝えていきたい。さあ、バリキシャットですが、これね、俺がね、いつもやってるのはおすすめはね、だいたいね、3.5g のウェイテッドリグ。で、もっと遠くに飛ばしたくて、クランキングのように、下にバンバンぶつけて、いろんなところをサーチしたいんだったら、5.3g なんかもおすすめ。で、これなんだけど、この尻尾に馬力アップホールと言います。このホールにですね、ネイルシンカー、突き刺すタイプのこのシンカーを入れることによって、こうすることによってですね、尻尾のね、水上がね、抜群にアップする。そんなギミックがついてます。面白いよね。めちゃくちゃ釣らしてもらったこの馬力シャット。皆さん忘れたんじゃないんでしょうか。ここにネイルシンカーを入れることによって、この馬力が変わること。今回はね、今年はね、ほんと2024年は、この馬力シャットをいろいろネイルシンカーを入れたチューニング、そういった釣りもちょっと見せられたらなと思いました。補充させていただきます。早速使う。で、最後はこちら。レイドジャパンの、
ブルタンク。LM パイクというこれ限定カラーっすね。まあ、標準のカラーではない。で、どういったものがついてるかと言いますと、力強い水押しができるこの金属カップ。でかいっすね。まるで北斗の拳のジャギを彷彿させるようなカップ。これで水を噛んでめちゃくちゃパコンパコンと音を立てたり首振りアクションが可能になる。もちろんただ巻きでもね、いいアクション出ます。で、このお尻。これですよね。すごい爆音なんですよ。まさにスーパーパワフルトップルは、これはなんていうジャンルなんだろうな。内蔵した大玉ラトル、巨大なメタルカップ、テールブレードによってこれでもかと言わんばかりに水面を探せ、モンスターを挑発。たとえ防音効果の高いカバーに身を潜めようとしていても、これで呼び出す攻撃力。もうガチャガチャなんですよね。スーパー攻撃力トップルは、ブルタンク。これでまだ実はね、釣ったとこないんですよね。結構使ってたんだけど、超過がなかったのをしっかり見ててくださった、これをくださった視聴者様が、ぜひ今年はこいつで一発お願いしますということでくださいました。これで以上かな。とりあえず戻ります。ということで、たくさんのルアーをプレゼントしていただきました。アキューさん、ありがとうございました。そしてね、釣りフェスティバル、ジャドーブスにお越しくださいまして、たくさんのルアーを購入されてくださいました。視聴者の方、そしてファンの方、本当にありがとうございました。続きましては、大阪フィッシングショーでございます。その映画ね、2月の頭にあって、まあ、徐々にこういったルアーで釣り出すのが2月の半ば、それから3月の春のプリスポーン、めがけて、こういったルアー、たくさんいただけると、本当にネタになります。ありがとうございます。ということでですね、短くまとめましたが、次は大阪フィッシングショー。今度は SD カードなくさないように注意したいと思います。いろんな情報発信していけるね、皆さんに愛される番組になれたらなと、2020年は思っております。次回はどんなメンバーで行くか、大阪フィッシングショー。楽しみにしていてください。以上、スペースモンキーズ TV でした。